難波雄平は、岡山県岡山市出身のプロ野球選手。右投左打。北海道日本ハムファイターズ所属。小学3年からソフトボールを始める。中学校入学後、地元の硬式野球チームへ入団。創志学園校では、2年時の春、夏、3年時の春に甲子園に出場。2年時の全国高等学校野球選手権、岡山大会における、玉野光南高校との決勝戦では、1点リードされた9回1死1塁の場面で、難波の打球は投げ前へのゴロとなり、併殺を成立した玉野光南はマウンド上で歓喜の輪を作ったが、審判団が協議した結果、難波の左足に当たった自打球が投げ前へ転がったとして、ファウルボールとなり試合が再開された。結局その打席で難波はヒットを放ち、その後チームが逆転して甲子園出場を決めた。2017年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから4位で指名され、入団した。背番号は55。50メートルを5秒8で走る俊足と、手腕な打撃、元投手らしく強肩が持ち味。高校時代は、エースとして、最速時速 146km のストレートに、加え、11種類の変化球を投じていた。愛称は、バッチ、ナンバッチなど数多くある。ありがとうございます。